では今日は to の字語を読んでいきたいと思います。音読ですね。あ今日はね、日本語先読みましょうか。こっち、こっちって読んでいきましょう。じゃあいきます。せーの。学校へ行く。go to school。寝る。go to bed。公園に行く。go to the park。仕事に行く。go to work。私の家に来る。come to my house。友達と話す。talk to friends。音楽を聴く。 Listen to music. を楽しみにする。Look forward to. 誰かにあげる。Give to someone. 私に手紙を書く。Write to me. え旅行に行く。Take a trip to. 店まで歩く。Walk to the store. ビーチに行く。Go to the beach. 映画を見に行く。Go to a movie. に挨拶する。Say hello to. パーティーに来る、come to the party. にメッセージを送る、send a message to. 学校に戻る、come back to school. 病院に行く、go to the hospital. <coughs> 先生と話す、speak to the teacher. 図書館に行く、go to the library. に手紙を書く、write a letter to. 私に会いに来る。 Come to see me.、えー、スーパーに行く Come to see me. そうだね。to だからね。to には前置詞の to とそれが不定詞の to がありますからね。結局ね。これは今ずっと前置詞やってたと思ったけど、トゥー不定詞も to だもんね。結局。to にはまあいろんな使い方があるってことです。Go to the super... あ、分けた。スーパーに行く Go to the supermarket. コンサートに行く Go to a concert. 都市へ旅行する。travel to a city. 訪ねてくる。com e to visit. にプレゼントを渡す。give a gift to。友達と話す。talk to a friend. 前置詞はえとかにとかいう意味なんですけど、不定詞になると、するためにとか、することとか、それからするためのとか、すべきとか、してとかいうような感じのこの手とかべきとか、 えー、ためのために、それからことかな。えー、そういう風な意味、日本語ではね、になります。使い方が全然違うんですよ。ですから、前に来る単語とか後ろに来る単語も、えー、と前置詞と、えー、不定詞では全く違うし。だから別の単語と思ってもいいかもしれない。と、同じとでもね。元は同じなんでしょうけど、考え方はね。go to talk to a friend でしょ。田舎に行く。go to the countryside。 別の場所へ移動する。Move to another place. 駅まで車で行く。Drive to the s t a t i o n レストランに行く。Go to a restaurant。だからといって、不定詞と前置詞を別々に覚えなきゃいけないんで、はっきりとその、えっと、使い方とか、それから説明の仕方とか覚えなきゃいけないっていうことはないです、全く。あの話すときには別に、えっと、こういうふうにこう塊で覚えちゃえばいいわけなんで。えっと とま学校の先生になったりとかするって言うんだったら覚える必要はあると思います。それからあと、英語のエキスパートになるためには覚えていた方が後々役に立つと思います。だけど、ある程度こういうことが全部言えるようになってから、それをあの to とあのトゥーの不定詞と前線の違いとかを覚えた方が圧倒的に吸収力があるので、一瞬で覚えることができるんです。 えー、こういう10個、100個今やってますけど、これを全部マスターした後の方がずっと早いです、覚えるのは。最初に覚えようと思うと,、えー、と、抽象的なことばっかり言われちゃうので、分かんなくなっちゃうんですよね。でもこうやって、あそうだそうだっていうふうに、あれと同じだっていうふうに思い起こして、えー、言葉、の不定詞とかね、それから前置詞とか、前置詞は、えー、と名詞の前に置かれるとか、そのこと言われても最初は分かんないけど、 でも考えてみたら、Go to School のスクールは名詞で手はその前にあるなっていうふうに、Go to School を覚えていれば、すごく吸収しやすいというか、理解しやすいので、3時間も4時間もかけて覚えるよりは、それで2、3秒で覚えることができるんですよね。えっと、じゃあこれです <laughs>。にポストカードを送る。send a postcard to。新しい学校に行く。go to a new school。寝る。go to sleep。バスで学校に行く。take a bus to school。山に旅行 する。travel to the mountains. 夕食に来る。come to dinner. 誰かをパーティーに招待する。invite someone to a party. 別の国に飛ぶ。fly to another country. 電車で都市,都市に行く。take a train to the city. 公園に走っていく。run to the park. 向こう側まで泳ぐ。swim to the other side. 友達の家に行く。go to a friend's house. 海に旅行する。travel to the sea. ペンフレンドに手紙を書く。write to a p e n f r i n d w r i t e to a pen pal.、えー、挨拶のために電話する。call to say hello. だからこれは不定詞なんですよね。これ動詞だからここがね。名詞があったらこれは前置詞になります。こんなこと説明しても別に、えー、と覚えてないですからね。全然ね。私説明しててもね。私は知ってるから言ってるだけで、知ってるって言ったって一生懸命覚えたわけじゃなくて、 えっと、to say hello. これ、えー、なんとなく覚えてたら、あ、ここは、これ不定死なんだってううに言われて、なるほどっていうふうに思っただけの話ですから。えー、っと、決定する。Come to a d e c i s i o n グループに話す。Speak to the group. 都市の中に、都市の中心に行く。Go to the city center.、はい、この日本語なんかだって、中心っていう、これ、知ってますよね、これね。最初から知ってますよね、きっとね。漢字が、 書けるようにな,なる前に多分、幼稚園の頃を中心って言われると、よく分かんないけど、なんか真ん中っぽいことなのかなって雰囲気でなんとなく分かってたような気がする。それは覚えてないんだけど、そういう気がするんじゃないかなと思うんですよ、幼稚園生は。えだから、まあ、これ知ってると。でそれでこれをあの、まあ、漢字で覚えたときに、中、心、心、心って真ん中って意味で、心は体の中心にあるから。えっと、そうすると、 心の中っていう、こう,う中心って真ん中って意味なんだろうなって、で、それが中だから中だから、あ,あ、なんかわかるって、まあ、理解できますよね、中心ってね。ですから、えー、っと、まず中心って言葉、ただただ知ってて、なんだい、漢字ではこう書くの方が簡単じゃんってことになるわけです。えー、っと、それから次ね。仕事に車で行く。Drive to work。山の頂上に行く。Go to the top of the mountain. 動物園に行く。go to the zoo. 犬に食べ物をあげる。give food to the dog. ジムに行く。go to the gym。医者に見てもらう。go to see a doctor. えっと空港に行く。go to the airport。オフィスに来る。come to the office。毎日学校まで行く。walk to school every day。家族に手紙を書く。write to your family. 外国に旅行する。travel to a foreign country. メールを送る。send an email to. パン屋に行く。go to a bakery. 何かを持ってきて共有する。何かを持ってきて共有する。bring something to share. あ、そうか。bring something to share. 絵を指,す絵を指さす。point to a picture. 車に戻る。return to the car。友達と動物園に行く。go to the zoo with friends. について誰かに話す。 Speak to someone about. Show someone to a friend. Show something to a friend. 著名な場所に行く. Go to a famous place. 家族に贈り物を送る. Send a gift to your family. 博物館に行く. Go to a museum. 農家へ旅行する. Travel to the countryside. 医者のオフィスに行く. Go to the doctor's office. 学校のイベントに行く、go to a school event、えー市。市場に行く、go to the market。親と話す、talk to your friends。ごめん、talk to your parents。親と話す、talk to your parents。誰かを夕食に招待する、invite someone to dinner。花屋に行く、go to the flower shop。庭に行く、go to the garden。駅まで歩く、walk to the station。 私の誕生日パーティーに来る。Come to my birthday party. 先生に手紙を書く。Write to your t e a c h e r プールに行く。Go to the pool. 席に戻る。Return to your seat. 別の島に旅行する。Travel to another island. 本屋に行く。Go to the b o o k s t o r e クラスに話す。Speak to your class. 次のクラスに行く。Go to the next class. ビーチへ車で行く drive to the beach。家族と田舎に行く go to the country side with family。学ぶために訪れる go to learn。これほらだから、これは全知だけど、これは不定詞なんですよね。学ぶために訪れるんですから。これ go to the country side だから田舎へ行くんですよね。田舎へ。 学ぶために違うでしょう。学ぶって動詞田舎っていうのは名詞ですから。そうするとこれが前置して、これが不定詞ってことになるわけです。でも、よく考えると、こっちに向かってるっていうのはなんか似て,似てないですか、これ。訪れる。訪れるって何に向かって訪れてるかっていうと、学ぶことに向かって訪れてるんですよね。だからなんかそういう抽象的だけど、結局、2は元は同じなのかもしれないってなんか感じられるでしょう。だからこれは名詞だとか、動詞だとか。 そのいろんなことをこう判断する前に、全体として流れを見ていると、まあ、biz to learn という言い方だと go to the countryside という言い方は同じもんだというふうに、多分まあ、ある意味で勘違いして覚えているんだと思うんですね、あの多分ネイティブの人は。でも、文法学校に行って中学校になったりするときと、まあち、 小学校、高学年か。文法機と習いますから。そうしたら、これ違うんだなってことが分かるんだと思うんです。ただ、本当に違うって分かってるかどうかは分かりません。ネイティブの人も。<laughs> なんかぼやっとしてるか。日本我々があの、えっと、日本語の女子って何だろうとか、それから、連用系って何だっけなとか、その今私も全然覚えてる。連帯とかなんかありましたよね。あ全然ダメなんですけど、でも喋れてますよね。じゃあ次行きます。同じ場所に行く。go to the same place. 街の反対側に行く、go to the other side of town. 友達と一緒に学校に行く、go to school with a friend. 通りの端まで行く、walk to the end of the street. 新しい国に旅行する、travel to a new country. 買い物のために店に行く、go to the store for shopping. 遊ぶために公園に行く、go to the park to play.